さてこちらは先日4月17日にオープンした新宿駅中にあるイートルミネさんのホームページのトップなんですけど、このイートルミネさん、名前からしてね、もうイートってつくぐらいなんで、このイートルミネさんの中に美味しい食べ物屋さんがたくさんあるんですね。ということで家族が買い物に行ってくれたんですね。行ってくれたのはこちらですね。何やらこう、中で作ってますね。バンジューがあって、これなんだろう。あ、なんか豚まんって書いてますね。そう、こちらは東京豚まんさんです。さてこの東京豚まんさん、買い物に行った家族は1時間20分並んだって言ってましたね。すごい人気なんですよね。というのも、この東京豚まんさんはあの美味しい肉まんで有名な551蓬莱さんの創業者のお孫さんが東京で開業したお店なんですね。なので電話番号の末尾、ここね、ここに551ってこうさりげなくありますよね。その551蓬莱さんの豚まんの食べ動画は以前これですね、動画アップしているので、こちらも合わせてご覧ください。もうね、とっても美味しいんですよね。それではまずメニュー見てみましょうか。東京豚まんさんのメニューはこんな感じです。豚まんは1つ300円なんですね。これ安いですよね。ちまきは480円、甘酢団子は580円、シューマイは6個で680円になってます。こだわりの食材を使って作った豚まんがこの金額300円は、これコスパ抜群ですよね。それでは551蓬莱さんの創業者さんのお孫さんが東京で開業した東京豚まん、これ電話番号のマトリが551になってますからね。そして家族が買ってきてくれたお土産がこちらです。いや嬉しいですね。そして中開けるとこんな感じですね。豚まんが15個、そしてシューマイが6個にちまきです。いやどれもね、本当美味しそうなんですよね。それでは早速温めていただきます。まずはシューマイと豚まんをいただきます。もうね、熱々に温めてますからね。東京豚まんの、これが豚まんですよ。いやいい香りで、これはシューマイですね。まずはね、この豚まんからいきましょうか。もう熱々ですからね。これ熱い、持てないぐらい熱いんですけど、ほんのりいい香りがしますね。それでは豚まんいただきます。まずね、何もつけずにガブリ。あ、もうね、皮がもちもちなんですよ。もちもちで、中がね、じゅわっとくる。あ、でも甘いですね。玉ねぎの甘さかな、豚の甘さかな、とってもね、甘い。これあ、でからしが抜群なんですよ。からしたっぷりめ、これが美味しいんですよね。もちもちの皮に玉ねぎたっぷり、豚肉のね、甘さも感じる。このあんにからしがめちゃくちゃ合いますね。これとっても美味しいですよ。このね、感じ、玉ねぎたっぷり入ってますね。あ、熱い熱い。とっても熱いんですけど、この皮のもちもちも美味しいですね。で、肉汁じゅわっと出て、玉ねぎの甘さ、これがたまらないですね。からしが抜群に合います。もっちりした皮と肉汁あふれるこのあん、肉あんですね、玉ねぎたっぷりの。これもう3個と言わず5個でもペロリですね。さてお次はね、シューマイの前に、シューマイの下に引いたしなしなになったこの千切りキャベツが美味しいんですよね。シューマイのね、味が軽く染みてるこのしなしなのキャベツからシューマイいきましょうか。これですね、からし醤油つけていただきます。あ、このあんも柔らかいですよ。ほんと柔らかい、ホクホクになってますね。これもね、中に玉ねぎたっぷり入ってて、甘さを感じる肉あんですね。そしてこのしなしなキャベツが美味しいんですよね。シューマイのね、美味しいね、肉汁が染みてるんですよ。若干染みてる。なので、この千切りキャベツもとっても美味しいです。でもね、シューマイ美味しいですよ。熱々ですね。とってもね、豚肉の美味しさ感じますね。さてまた肉まんですね。この肉まんがほんと美味しいですよ。これこのね、肉あんがジューシーなんですよ。甘いというか、やっぱ甘いんですよ。なのでからしがとっても合うんですね。やっぱり豚肉と玉ねぎでこう美味しい甘さが出てるんですかね。そしてもちもちの皮がとってもよく合いますね。やっぱりこうやって食べてると551蓬莱さんの肉まんに似てますよね。似てるというか、ほぼそっくりですね。なのでとっても美味しい肉まんになってます。お次はちまきですね。これ熱々なんでね、この紐をね、取るのが、取りました。熱々の紐をほどいて、中はこんな感じなんですよ。見るからにもちもちも、つや光りしてますね。あ、いい香り、なんだろう。あのね、よく煮込んだおこわのいい香りがしますね。これ、もちもちのご飯も熱々ですよ。これはどんな味なんだろう。あ、醤油ベースで、これ気持ち甘いんですね。これも美味しいな、もちもち、ほんともちもち。お肉もたっぷり入ってますね。このお肉よく煮込まれててむぎゅっとなって、その肉汁がまた美味しいんですよね。
あ、そしてちまきといえばよく煮込まれた椎茸ですよね。いましたね、小さい椎茸いました。そしてこのあたり、これもう見るからにもちもちですよね。これはどうだろう。いや、めちゃくちゃ美味しいですよこれ。ほんともう口の中もくちゃくちゃ言ってますね。甘めなテイストが抜群に美味しいですね。で、甘めなんでちょっとからしをねつけていただきたいと思います。豚まんにはからしが抜群に合いましたが、このちまきにはどうでしょう、からし合うのかな。これはいや、めちゃくちゃ合いますよこれ。ちょっと甘めなテイストなんで、からし加わるとキリッと引き締まるんですよね。より甘さを感じるようになりましたね。いや、からしつけたちまきめちゃくちゃ美味しい。これもおすすめですね。ということで、4月17日にオープンしたイートルミネさんに入っている、東京豚まんさんの、食べ動画でした。551蓬莱さんの、創業者のお孫さんが作るめちゃくちゃ美味しい豚まん、とっても美味しいのでおすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。